こんにちは。こんにちは。今日はですね、なんだっけ、備忘録アフターレッスンということで、今日生徒さんに教えた裏打ちのリズム、最近よくたくさんあると思うんですけど、こういうやつ、これをですねやるときに、右手これ裏で打つタイミングで結構左手上げるタイミングなんですよ。結構ぶつかりやすくなるので、どうしてもみんな最初ここだ、この中で左手打っちゃうんですね。こうやってじゃなくて、これ右手を打った後に逃がしてあげて、極端にやるとこうですね。ここで逃がして、このギリギリこう来たの、こう逃がして逃がして上げると、左手が上げやすくなるので、これは表にちっちゃい音打つ、ダウンアップの裏バージョン、この時も同じです。ここで逃がして右手を逃がして左手上げてあげる。ここに右手を置いとくと、これぶつかっちゃうんで、逃がす、逃がしながらアップストロークみたいな、逃がして、この動きです。逃がして、あとこういうのとかも、こうやって逃がす人もいますけどね、こうやるとこういくんで、これだとちょっと窮屈だし、見た目もちょっといまいちかっこ悪いので、やっぱいつも通りのスタイルなんだけど、右手少し逃がしてあげて打てるようにするといいと思います。だからゆっくりからギリギリで逃がす、逃がす、はい、以上です。はい、ありがとうございます。ありがとうございました。